はいどうも、カパン長、アルパカ系 YouTuber カパです。今回来たのはこちら。おう、これは、ハードオフ、フォレオ広島東店、ハドフキター。こちらはその名の通り広島にあり、立地環境はこんな感じ。どこから撮ってんのさ。大型ショッピングセンターフォレオ広島の駐車場からですね。やかましいわ。高速道路を降りてすぐの場所にあるのでとっても行きやすかったです。ハドフ巡りにいい場所だね。カメラワークうるせえ。こちら2021年7月21日にオープンした広島市初のハードオフ。その実態やいかに。結構最近できた店舗なんだね。今回、一体どんなお友達と出会えるのでしょうか。お友達って。ジャンクがいっぱいあったら嬉しいな。クセ強あったらいいね。オラワクワクすっぞ。では、いざ入店。レッツラゴー。お邪魔します。さあ、中はどうなっているのか。入り口を抜けたらこんな感じ。右手に時計やカメラ、オーディオコーナー。正面はゲーム。そしてその左にはパソコンコーナーがありました。一番左の奥はギターがずらっと並んでいたね。最近できただけあって店内とっても綺麗でした。清潔感のあるハードオフなんて初めてだ。単純に失礼。そしてパソコン周辺機器の中古コーナーを抜けて。この辺また後で紹介してね。ノートパソコンの陳列棚を通り、真っ先に向かうのは当然あの場所。この青箱は、名物ジャンクコーナー。きたー。これ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 ですよ。無造作に並べられた新旧入り混じる商品と敏腕店員によって丹精込めて分別された青箱の山。このガラスケースに入っていていかにも元気そうな調子を装っているジャンクたち。ついでにこっちにはレトロゲームコーナー。急に早口になるのほんとオタクの悪い癖。そしてそのレトロゲームコーナーの隣に位置する衝撃の光景。なんじゃこりゃ。レトロゲーム棚です。ファミコンにスーパーファミコン多すぎない。メガドライブも忘れないでください。そしてこのファミコンたち、ただのファミコンじゃないんですよ。え、どういうこと？こいつをよく見てください。うん、私たちの知っている普通のファミコンだと思うけれど、ついて言うなら中古で5500円はちょっと高いかなって。だと思いますよね。なんか今回グイグイ来るな。商品説明をよく見てください。え、どこどこ？ここです。何々技術者により内部整備された商品です。これはそうなんです。これ改造ファミコンなんです。カカカ改造。画面出力が3色ケーブルになった改造ファミコンなんです。おお。しかもこの棚全部が改造ファミコンなんです。はあ。やべえでしょ。この棚全部。そう、この棚全部業者なの。業者さんいるとしか考えられないようです。狂ってやがる。だからもちろんこのスーパーファミコンも改造なんですか？そうなんです。これ全部が改造済みなんです。ショッカー軍団かな。いい。実機でプレイしたい人にはたまらない一品ですね。レトロゲーム実機プレイはロマンだからね。そして向かい側にはジャンクのコントローラー青箱。店員さんがここから取って改造してるんじゃないの？店員さん能力高すぎでしょ。では、そんな改造ライダーにビビりつつも、ここからは店内を回って見つけたものを紹介していきます。いよいよだね。私が好きなパソコン系を中心に見ていこうと思いますので、パソコンやジャンク好きならぜひ、その他面白そうなものもあったら紹介してね。任せろや。お頼もしい。では、最初はこちら。マザーボード、P5Q Pro。マザボキター。対応ソケットは LGA775、対応 CPU はコアニクアド、コアニダオ。ダオ。価格は550円。さすがジャンク。古いパソコン組みたいって人にはいいかもですね。こういうのもそそられるんだ。そしてお次はグラフィックボード。こうやって引っかかって売られているの初めて見たよ。古いグラボでお値段も330円と良心的。まあ今の時代にこのグラボが活躍できる場は少ないと思うけど。けどジャンク遊びするにはもってこいですね。ジャンカーってやべえわ。そして今度はガラスケースジャンクに行きますよ。ガラスケース好き好き。まずはプレステコントローラー。価格は2200円。商品説明に壊れていますって、正直だな。ドリフト問題ならあっさり直せそうですけどね。そしてその上にはこちら。ニンテンドースイッチ。ジャンクであるなんて珍しい。価格は6600円。安い。ただし本体のみ、画面割れ、ジョイコン認識しません。おーのー。直せたらお得かもしれませんね。ちょっとレベル高いな。ちなみにその隣にはエルガトのゲームキャプチャー。5500円。ネオジオメモリーカードがありました。3300円。てかネオジオってメモリーカードだったんだ。私は知りませんでした。こういう知識が増えるのもジャンクのいいところよね。そしてお隣のガラスケース行ってみましょう。これは、カメラコーナーですね。カメラ興味あったっけ？それが面白いものがあったんで紹介します。中はこんな感じ。レトロなカメラだ。フィルムカメラが多かったですね。でも、どこが面白かったの？次の商品見てみましょう。こちら。これはレンズかな。このコメント見てください。なんと、レンズ内ぼやけています。キャップ上下付き、でかい。びっくりマークの厚すごすぎでしょ。コメントに熱を感じる。他にもこれとか。これは、商品コメントはこんな感じ。わお？びっしり書かれてあるね。そしてこっちのカメラも、
手書きだし説明欄ギリギリまでしっかり書かれてる。そうなんです。個人的な感想になるんですが、店員さんのカメラ系への情熱がすごい。コメントからビシビシ伝わってくるよ。時には詳細に、時には大胆に書かれてあるコメントは必見。でかい。では、そんな情熱あふれるカメラコーナーを後にして、今度は本丸行きますよ。お次は何ですか？私が好きなパソコン系のジャンクです。あ、これはグラフィックボード。この辺はちょっと詳しく見ていきましょう。ちなみにお隣さんには CPU。このフォルムたまんねえんだ。では、見ていくぜ。まずはさっき言ったグラフィックボード。グラボキター。商品にあったのはこの3個。左から GTX560、GTX560、GTX550。3連星だ。年代も同じなので兄弟感ありますよね。自分が最初に触ったグラボがちょうど左のやつだったかな。その時もジャンクで買ったね。だねー。価格はそれぞれ3300円。まあ、映ればいいかなってお値段かな。そしてお隣には CPU。CPU 来たこれ。右から、インテルコア i5-4590。4400円。コア i3-4170。2200円。コア i5-4210M。3300円。コア i3-4130。2200円。コア i5-6500。6600円。セレロン。550円。とまあこんな感じです。極端に高くもなく安くもなくって感じかな。個人的にはジャンクならもう一声欲しかったところかな。そこはお店の経営もあるからね。そこをなんとか。ダメです。それではガラスケースジャンクは以上にして、棚のジャンクを見ていきましょう。待ってました。最初は、これなんかいかがでしょう。Apple iMac。ディスプレイ一体型のやつだ。2010何年製かはわかりませんが、価格は1万、1000円。末尾大事です。そしてこちら。Mac Pro。見た目完全に大根おろし。一応詳細はこちら。CPU は Intel Dual Core G4。メモリは 6GB でストレージは 250GB。それで1万、1000円か。いい出会いがあるといいですね。さらっと自分はスルー宣言。それからデスクトップつながりでこちら。またごついものを。詳細は、Core i7-860、メモリは 4GB。それで1万、6500円。チェンジで、秒で見捨てましたね。でも、ドラクエシール可愛いですよ。こんなアイコンシールあるのね。それから、ノートパソコンの方はこんな感じ。これは、Core i5-4300M、メモリ 4GB。それで1万、6500円ですか。チェンジザワールド。話題変えるの下手って言われないですか。他のパソコンはこんな感じ。綺麗に陳列されてるね。上の段にノートパソコンで、下の段にはデスクトップが並んでるね。ほらこれとかなかなかに年代物感ないですか。ちょうどうちの会社このタイプの使ってるわ。どの部署でも埃りまみれなんだわ。突然の会社ディスり怖い。そして他のデスクトップはこんな感じ。見たところ、企業からのお下がりが多いのかな。どうして不要になったパソコンすぐハードオフに行ってしまうん？それがハードオフの使命やからや。ちなみに価格は5000円から1万円台と幅がありました。ありがとうございました。はいではお次は別の棚行きますわよ。頼みますわよ。この辺とか面白かったですよ。お、この箱は。というわけで、マザーボード。アリマ、M2153。LGA775 対応です。価格は2200円。LGA775 といえば、コア2秒か、クアドですね。年代物ですな。そしてそのお隣にあったのはこちら。ギガバイトのゲイ73ブムズに。読み方めちゃくちゃだよ。こちらもコア2ダオ対応マザボですね。330円ダオ。そしてお次。リードテク、プヨンブ266ア。もう読み方は文字を見てください。ペンチウム4用マザーボードです。価格は1100円。ちなみに発売は2002年。20年以上前のアンティーク。はいそしてこちら。エーサスプゴクエイ。またしてもマザーボード。これも LGA775 対応マザーボード。LGA775 人気ね。そして価格は1650円。まずまずなお値段なんだよな。そしてその下の棚。これは簡易水冷ですね。コルセアの簡易水冷。価格は3850円。簡易水冷ってだけでロマン感じちゃう。そしてお隣にはグラフィックボード。ギャラクシー、ジフォース8500シリーズ。価格は2750円。なかなかな年代ものかな。そのお隣にはブラスター。サウンドカードだね。価格は2200円。サウンドカード使ったことないけど効果あるのかな。そしてまたグラフィックボード。ジフォース8600GTS だ。価格は1100円。さっきのより安い。そして上には CPU クーラー。価格は1650円。クーラーってなんか欲しくなっちゃうんだよな。いろんな形があるからね。私はセクシーなのが好き。セクシー。それから、あ、これなんていかがでしょう。これは、サーマルテイクの PC 電源。500W で80プラス認証のもの。タバコ臭ありとのことですがそれは。こういうクールな電源もそそられるよね。価格は1100円。じゃあ、ここで青箱いっちゃいましょう。ハードオフといえばこれよ。マザーボードありますねー。これはだいぶ古いタイプのだねー。価格は550円。
その下にもマザボ。さっきのよりはちょっと新しめ。価格は550円。で、その下にもマザーボード。最高ですわ。これはエイサスの H87 プラスマザーボードですね。価格は880円。これかなりいいんじゃない？お、ついにお目にかなうものが。で、後で買おうとしたらもうなくなってました。なんでどうしてすぐにカゴに入れなかったのさ。また後でいいやろ。って思ってたらお持ち帰りされてました。ハードオフあるあるすぎる。他の箱はざっとこんな感じ。いいねえ、このよくわからんものがごっちゃになってるの。青箱漁ってるだけで時間溶けていくよね。まさに宝探しだよね。私の中の全力少年が大興奮ですわ。積み上げたものぶっ壊して。あ、ちなみに青箱ジャンクの CPU とメモリはこんな感じ。だいぶスカスカじゃない。確かに少なめでしたね。で、ここにありました CPU。コア2だお先輩。コア2秒の価格は550円。先輩安いっすね。てな感じで以上、青箱からでした。本当はもっと漁ってるけど全部流してたら時間恐ろしいことになるからこのくらいで許してやる。では、ジャンクあさりはこんなところでしまいにしましょうか。おいっすー。お口直しにゲームコーナー。やっぱスイッチだよな。プレステ5いつになったら買えるん？録画出るくらいには買えるんじゃない。遅すぎー。で、そんなゲームコーナーのお隣に行きましょう。何があるんだい？ほら、こんなスピーカーはいかがでしょう。これはレーザーのスピーカーだね。価格は16,500円。高い。ハイスペックなゲーミングスピーカーですからね。というわけで、この棚はパソコンの周辺機器、中古コーナーになります。中古コーナーも好き好き。ガラスケースの中はこんな感じ。これは、メモリとかグラボだね。いろいろありますが、価格的にはこんな感じ。DDR3 2GB、550円。DDR3 4GB、1100円。DDR4 16GB、7700円。グラボ GTX1070、19,800円。なかなかなお値段じゃない。さすが中古コーナーといったところでしょうか。そしてそのお隣にはゲーミング機器。ゲーミング好き好き。このグラボ RX580 が44,000円。そしてアストロノミックスアンプが10,000円。いかがでしょう、ジャンクよりも圧倒的な清潔感。おっと、ジャンクの悪口はそこまでだ。てなわけでガラスケース近くの棚を見ていきましょう。頼んます。はい、そこでまず見つけたのはこれ。キーボード。やっぱキーボードっていいわ。なんか手に取ってみたくなっちゃうもんね。お、これなんかいかがでしょう。なになに？リアルフォースのキーボード。リアルフォース。正直リアルフォース使うのめっちゃ憧れてるんですよね。スコスコの打鍵感がスコ。でもごめんよ、今回は森へお帰り。いい人のところに拾われるんだぞ。では、中古棚をサクッと見ていきましょう。箱が並んで相関なんだこれが。あ、パソコンの電源ありますね。これは、コルセアの 1200W 電源、価格は27,500円。容量も価格も半端ないって。では、そんな棚の箱、ざーっと見ていきましょう。物が多すぎるから個別での説明は省かせてもらうね。まあ、しばらく見てってくださいな。とまあこんな感じ。いろいろあるねー。やっぱり箱物は見てて楽しいわ。だねー。そして他の中古コーナーを見ていきましょう。この綺麗に整列されてるのがたまらねーんだ。こっちの中古パソコンなんかどうでしょう。お、どうなんですか。似たようなのが大量にありますね。会社で使ってたのかな。価格とスペックはこんな感じ。コア i3、メモリは 2GB で価格は9,900円。ちょっと使いにくそう。じゃあ逆の中古コーナーはどんなです。こっちもパソコンパーツだったり周辺機器がメインだね。グラフィックボードもあるね。GTX970 が10,000円。その下にはガラスケース。SSD とかストレージがたくさんありますね。で、GTX1060 は33,000円。まだグラボが高い時期だったね。最近はだいぶマシになったよね。てなところで、中古コーナーは以上です。ハードオフ中古コーナーは精鋭揃い。最後にちょっと気になったところをご紹介して終わります。なんだなんだ。それが入り口を入ってすぐ右のところ。棚の間を通ったら突き当たりにあります。むむむ、これは。はい、ハードオフ、オーディオセレクション。何ですかこれ。ハードオフの一角を占めるオーディオ機器の数々。高級なものからリーズナブルなものまで幅広く。気品あふれる金文字のハードオフがお出迎え。なんか別の番組始まった。それはまさに匠の技。それではそんな豪勢なお宅にお邪魔します。突撃隣の番号は。それ以上はいけない、床はカーペット。そして所狭しと並べられた高級オーディオたち。これはオーディオが全くわからないという人間でもうならせるほどの圧力を感じざるを得ない。なんかいい感じに言おうとしてコメントが迷子になってない。スピーカー、プレイヤー、アンプ。
あなたにぴったりの一品が見つかるはず。確かにこれだけあれば魅力的だわ。革張りのソファに体を預けたら、そこはもう音の世界。音楽に酔いしれろ。すべてのオーディオ好きに送る。それが、ハードオフオーディオセレクション。イエーイ。じゃないんだって。何この空間、何この茶番。あ、ちなみにこの辺にあるこれ20万ですよ。に20万円。なんたってそれが、ハードオフオーディオセレクション。もういいんだって。てな感じでオーディオにもかなり力を入れてる広島店でした。これはすげえわ。というわけでところ変わりまして、アルパカ系 YouTuber カパです。本物です。何急に。あ、アルパカ系 YouTuber コチャです。モノ本です。それでは最後にまとめついでに買ったもの紹介をしていこうと思います。急な展開に視聴者さんびっくりしとるぞ。今回のハードオフでの収穫物はこちら。これは、グラフィックボードです。こいついつもグラボ買ってんな。こちらは Asus GT710。価格は1100円。安い。のか。ネットで見てみるとだいたい5000とか6000円前後で取引されていたので悪くはないかと。5分の1のお値段なら確かにお買い得だわ。裏面はこんな感じ。しっかり GT710 だね。パッと見は綺麗で、その上シールもちゃんと残っており、分解歴もない様子でした。確かに、これは動けば当たりかも。動作未確認なのでまた試していきたいところですね。オラワクワクすっぞ。で、対応端子はこんな感じ。DVI とか不動身とか違う端子が3つついてるのは地味に助かるね。動けばいろいろはかどりそうですぞー。カパー。助けてー、助けてー。カパー、君の勇姿は忘れない。え、ちょっと何進めようとしてるの。私がこのチャンネルの主役だよね。ここまで頑張ってくれたんだ。その思い受け取ったぜ。勝手に終わらせないで見捨てないでー。あ、救いの手、ほんとありがとうございます。我ら感謝永遠に。下打ちしないで。まあ、今回はこのくらいにして。今回は、締めの挨拶といきましょう。そうですねー。ちなみに他にもホビーグッズやら家電やらしっかり取り揃えてありました。もう実質ホビーオフでもあるんよ。やっぱり新しい店舗というだけあって中はとっても綺麗でしたね。清潔感のあるハードオフが好きならぜひ。ただ、個人的な意見を言わせてもらうと、お値段はちょっとお高め。特にジャンクはもう一声おなしゃす。でも、改造ファミコン取り揃えに関しては日本、いや、世界でも有数のお店じゃないでしょうか。この棚全部改造マシンだったもんね。正直買うか悩みました。レトロゲームどうして欲しくなってしまうん？てなところで、終わりにしたいと思います。皆さんも広島に来た時はぜひ、いいねやコメントもお気軽にしてってくださいませ。チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、以上、この動画は、アルパカ系 YouTuber カパと、アルパカ系 YouTuber コチャがお送りしました。それじゃあまたね、カパンチョー。